おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま逗子駅に来ております。今から東京の渋谷まで移動していくのですが、逗子から渋谷までは15時31分発の湘南新宿ラインの古賀行きに乗れば1本で向かうことができます。しかし発車まではまだ20分ほどあります。まあ、さらに逗子発の湘南新宿ラインは本数が少ない時間帯もありますから、横須賀線で横浜まで向かい、東海道線からやってきた湘南新宿ラインの列車に乗り継ぐということもあるかもしれません。逗子から渋谷までは JR 線では0回から1回の乗り換えが発生します。そして逗子から渋谷までの JR 線の運賃を見てみると、渋谷までは950円です。ほぼ1000円ですよね。いやー、950円は高いな。もっと安い移動経路ないかな。そうです、本日の動画はサムネイルとタイトル通り、逗子から渋谷まで JR 線よりも安い移動経路のお話です。しかも安さも10円単位ではありません。その差は運百円単位です。ということで、 JR 逗子駅から歩いてきて、やってきたのは京急逗子線の逗子葉山駅です。この逗子葉山駅から渋谷に向かう経路の方が JR 線よりも数百円単位で安くなります。ここから京急線に乗っていく経路としてはいくつかパターンがありそうですが、果たしてそのうちのどの経路が最安経路なのでしょうかね。ということで、逗子葉山駅からは急行の羽田空港行きに乗りまして、逗子を去りたいと思います。さあ、やってきた急行に乗りましょう。そしてなんとやってきた先頭側の4両は京急一線型の21次車ですね。この車両は朝夕を走る京急の指定席列車のウィング号などにも充当される編成で、車内は京急初となるデュアルシートを採用しています。ウィング号の時はクロスシートになりますが、日中はこのようにロングシートに変化し、急行や普通の運用についております。コンセントも完備されており、シートも一味違うものですから、これは普通に乗り得列車ですよね。さあ、逗子葉山を発車です。本当は前面展望をしたかったのですが、仲睦まじいカップルに先を越されてしまったので、側面の車窓で我慢しましょう。そして睦浦駅で下車いたしました。この駅で乗り換えるとかそういうことではなく、私が個人的に見てみたいものがこの駅にあるので降りてみました。それがこちら。線路に注目してもらうと、今私が立っているホーム側の線路、三線機状になっていますよね。これはなぜかというと、この先の金沢八景駅付近にある総合車両製作所から JR 東日本の横須賀線逗子駅までの回送列車が通過するためなんですよね。回送列車は JR と同じ狭軌の 1067mm なのに対し、京急は標準軌の 1435mm ですから、このように三線機状になっております。さらに面白い点がこの奥に見えるポイントです。これは回送列車として運搬される列車の車体が睦浦駅のホームと接触しないようにするためのものになっております。ホームから三線機状が見える点と、ホームとの接触を避けるためのポイントは珍しいポイントですよね。これを見たくて途中下車いたしました。まあ、逗子葉山からの急行で全面展望できなかったから降りたということもあるんですがね。ということで、やってきた普通の金沢文庫行きに乗りまして、逗子から渋谷までの最安経路の旅を再開して行きましょう。
そして金沢八景に到着です。この駅で反対のホームに停車している快徳の泉岳寺行きに乗り換えます。京急の快徳に乗ればあっという間に進むことができちゃいますよね。桃鉄のリニア周遊カードを手に入れた気分です。いやー、京急の快徳はとても早いですね。どんどん渋谷なる東京都に近づいています。この青空の下を爆走していくのはなんて気分爽快なのでしょうか。さらに逗子から渋谷まで最安経路で移動できてしまいというなんと素晴らしいことでしょう。そして京急快徳を下車いたしました。まずは乗ってきた列車を見送ります。ということでやってきたのは横浜駅です。京急線に乗るのはここまでとなります。ここ横浜まで逗子葉山からかかった運賃は347円。まあ IC カードですから347円ですが、紙の切符では350円かかります。そして横浜から渋谷に向かうには JR 線と東急東横線がありますが、今から乗り換えるのは東横線です。東横線では横浜から渋谷までは運賃が310円となります。ということで310円の切符を購入してまいりました。まあ IC カードでピッと払っても良いのですが、切符の方がより何かを実感できそうですし、まあ、数年以内に紙の切符はなくなってしまう可能性が大きいですから切符を購入してみました。ホームに降りるとちょうど特急の川越市行きが停車しているので早速乗って行きましょう。この川越市行きに乗ると横浜から渋谷まではあっという間です。珍しいラッピング列車2本とすれ違いましたので、本日のからくりを説明しましょう。逗子から渋谷までは JR 線では0回もしくは1回の乗り換えを含み運賃は950円で、使用時間はまあ時間帯にもよりますが60分です。一方この動画でご紹介したルート、逗子葉山から京急線で横浜まで向かい、横浜から東横線で渋谷まで向かうルートは、逗子葉山から急行で横浜まで乗り通した場合は乗り換えが1回、途中で快徳などに乗り換えても2回の乗り換えで渋谷まで行くことができます。そして運賃の方は逗子葉山から横浜までは350円、横浜から渋谷までは310円の計660円となります。そう、 JR 線のルートよりも約300円も安いんですよね。使用時間に関しては逗子と逗子葉山間の徒歩の時間を考慮しても最速で65分で行けてしまいます。つまり JR 線経由ともそんなに時間の差はないということになりますよね。なので逗子から渋谷に向かう場合は私鉄を乗り継いだ方がはるかに安いということになります。ということで本日の目的地の渋谷に到着いたしました。まずは横浜から乗ってきた特急を見送りましょう。
さあ改めて渋谷に到着いたしました。本日は逗子から渋谷までの最安経路のお話でしたが、いかがでしたでしょうか。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。